巨神界と鬼神界か。こんな風に全体を見るの初めてだね。ここからでは見えぬが、あの上では未だ同胞たちが戦っているのだろうな。あんな巨大な者同士の戦いが本当にあっただなんて、当時のマシーナたちはどんな気持ちだったんだろう。恐怖かな。そうだね。恐怖は人から理性を奪う。残酷な行為も裏を返せば恐怖から身を守るためだったというのはよくある話だ。恐怖が次の恐怖を生んでいく。嫌だな、そんな連鎖。ああ、どこかで断ち切るべきだろう。今エギルを支配しているのはその恐怖なんだろうか。ああ。